Thank you.
ませんか？品川と5963の車の方。あ、俺だ。あ、僕です。さっきから大声出して呼んでるのにどうして答えてくれなかったんですか？ごめん、自分の車じゃないもんだからナンバー覚えてなくて。どかしてください。あ、はい。桜だよね。やはり桜は日本が一番だな。別に桜の木を取ってるわけじゃないんですよね。春です。テーマは春。春？ ああ、それで桜か。ああ、なるほど。桜で春か。ひどく平凡だな。ひどく平凡で悪かったわね。いやいや、桜ばかりが春じゃないだろうと思ってさ。へえ、じゃあ例えば何のわけ？例えば？そうだな、君なんか僕から見たら春そのものだよ。それはおじさんにとっての春って意味でしょ。私の春じゃないもの。私が私をとってもしょうがないでしょ。
お待ちどうさま。大丈夫かい？うん。もう酔ってないもん。うん。じゃあ帰ろう。梶川さん。うん？どうして私なんかと付き合ったりしてんの？はあ。今落ち込んでるから気晴らしの相手ってとこかな。悪いんだけど。気晴らし？私は気晴らしか。君はどうして付き合ってくれてんだい？わかんない。大丈夫か？どうしてだかわかんない。わかんないんだもん。胸の切なさ
メラ渡されてね。それが君のお母さんだったんだ。カメラね、私の時と似てる。品川と5963の車の方いませんか？それから僕は君のお母さんが好きになっちゃってね。ないけど今じゃないと言えないような気がして。聞いて、これ恋だと思う。Thank you.
あったかいとか、そんなこと感じる余裕なくしてたって感じだけど、でも今日はあったかいって感じる。見送りに来てくれるかい？多分行かないと思う。春休みも終わるし、新学期の準備もあるから。見送ってくれた？いや、見送ってくれなかった。そう、じゃあ私がお母さんの分まで見送ってあげる。好きだ、大好きだ。お父さんから聞いた。そんなこと言ってくれなくても大丈夫よ。ありがとう、梶川さん。さよなら。